sai qua non mi no sei ここでの合唱タンゴになりますけれども、
わっしょい団子って本当にあの千葉への愛が込められてる歌なんですよ。あの歌詞からもいい女とか捜査とか九十九里とかいろんな千葉の名所が入ってるのも分かるんですけど、それ以上にですね、日本のなんか心を歌っている深い深い歌詞の意味があります。あの本当に心を一つにして何かをやるっていうのは、ね、すごいことだと思いますので、こんだけね舞台にすごいもうミュージカルみたいに派手な衣装のこの日のためにきっとあの新調してくれてると思いたいです。この日のためですよ。素晴らしい、ありがとうございます。知らない人はいないのかもしれないんですけど、こう車椅子に乗っても踊れるダンスが東京音頭でもなく、なんだっけ、いや、ね、ソーラン節でもなく盆踊りでもなく関東に欲しいねっていうところからね、このわっしょい団子発祥しています。それの、振り付けをされている加藤晴恵さんが今日は来てくださってます。あの脇にすごい可愛い、あ、羽織なんていうんですか、着物じゃないよね、なんていうんだろう、ハッピーか、ハッピーを着てる、可愛らしい、そしてかっこいい、綺麗な、みたいな、たくましい、人たちもいますけど、その人たちの踊りを見てもいいし、もちろんこちらにいるセクシーな加藤さんのダンスや、こちら舞台の上で踊ってくれてる、もうほら、ファッションファッション繰りかましてる磯野さんとかのダンスを見てもいいし、ぜひぜひあの座ってる方、座ったままでも踊れる踊りを作ってますので。身振り手振り回りして踊ってみてください。舞台に上がっていただいても、あ、本当に今日は舞台に上がってもらってもいいそうです。でもなかなかほら見て道が塞がれてて、ね、あれな感じですけど、まああの転ばない程度に上がってきてもらえたらいいなと。そうだね、前の子たちは上がっちゃった、上がっちゃった、上がってもいいかもしれない。やだね、いきなりやだよ。お、来るかな、うん、おいでおいで、せっかくだからみんなでお手で踊ろうよ。Nothing.